11月4日のパリ周辺の暴動地域2005年パリ郊外暴動事件とは2005年10月27日にフランスパリ郊外で北アフリカ出身の3人の若者が警察に追われ逃げ込んだ変電所で感電し死傷したことをきっかけにフランスの若者たちが起こした暴動最終的にフランス全土の都市郊外へ拡大した10月27日夜に パリの東に位置するセーヌサンド2県クリシースイコールボアにおいて強盗事件を捜査していた警官が北アフリカ出身の若者3人を追跡したところ逃げ込んだ変電所において若者2人が完全死し1人が重傷を負ったこの事件をきっかけにどうや数十人の若者が消防や警察に投石したり車に放火するなどして暴動へと拡大した 警官隊の撃った催涙弾がモスクに転がり込んだことも火に油を注ぎ、大騒動となった。発端となる事件の起きた、クリシースイコールボアなどフランス語でバンリューと呼ばれる、郊外部は貧困層の住む団地が多く、スラム化しており、失業、差別、将来への絶望など積もり積もった不満が一気に噴出したものと見られている。これらの地域では犯罪が多発しており、 機動隊の導入など強硬な治安対策が取られていたが、これによって若者たちとの緊張も高まっていた。当時フランスの若年層の失業率は23.1%、移民人口は431万人。移民の多い地区では、失業率は全国平均よりも高く40%に達する地区もあった。11月5日までの全国の暴動地域2005年、 パリ郊外暴動には白人も多数参加しており移民系住民のほとんどいない地域でも暴動が起こった。7日の未明、ドイツの首都ベルリンでトルコ人をはじめとした移民労働者らが多数暮らす貧困地区で車5台が放火される事件があった。5日から6日の未明にかけて北部のブレーメンでも車数台と使用されていない建物への放火があった。警察当局は フランスで起きた暴動に触発された可能性があると見て捜査している。8日夜、西部のケルンで車4台が放火された。9日未明、ベルリンの貧困地区で車6台とバイク1台が放火された。フランスの北東部で国境を接するベルギーの首都ブルッセルなどでの暴動は3夜連続で起きており、8日夜には約10台の車に放火された。 被害は北西部のヘントや北部のアントウェルペンにも広がった。フランスは1960年代コロコード経済成長を支える労働力として100万人を超える移民を導入した。彼らは都市郊外にある中低所得者向け公営集合住宅などに多く住む。その2世3世にあたる若者がこの暴動へ多数加わったとされる。フランスの国籍法は 県選を経て出生地主義的になっており移民の子孫はフランス国籍を持つ。しかし貧困、高等教育の機会、就職差別などをめぐって不満が鬱積している。損害の負担についてフランス政府と保険会社の間でなすり合いがあった。双方に認識の違いも見られる。町田厚子、西岡由美、フランスにおける外国人労働者受け入れ制度と 社会統合、労働政策研究報告書ナンバー59、欧州における、外国人労働者受け入れ制度と、社会統合、独、仏、A、イラン語カ国比較調査、第2章、労働政策研究、研修機構、2006年の第2から2から4票出身国別の移民の推移。オイルショックなどで高度成長が終わり。 新規移民労働者受け入れは74年に停止された。なお、その後も家族呼び寄せ、難民費護などの理由で移民を受け入れた。西日本新聞ワードボックス、低所得者用住宅、西日本新聞2007年3月5日掲載。高度成長期より、後の移民、難民の一部には、HLM や民間安アパートにさえ入居できず、 一家でホームレスなどのケースもあるという。稲葉7子、フランスの外国人住宅事情歴史的変遷と、現在、住宅時情往来ナンバー9、町居住研究会、学芸出版社、1996年。ありがとうございます。